ちょっと引っ越しをしようかなと思います。ありがとうございます。持ってきたいと思います。めっちゃちょうどいい。やばい。布団持ってきましょう。どうも、花子です。今日はね、ということで、はい、今回もご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローもよろしくお願いします。ということで、今回の企画なんですけども、ちょっとそろそろこの部屋も飽きてきたんで、ちょっと引っ越しをしようかなと思います。ありがとうございます。まあ、引っ越しって言っても家の中でなんですけど、この家の中でここからここに引っ越しするっていう感じなんですけど、引っ越しする場所はもうタイトル見たらわかると思うんですけど、お風呂、さあ、行くぞ。ちょっと早速行きますか、じゃあ。早速、お風呂の方に行きます。こちら。特にね、もうほら、何にもないのよ。はい、ということで、ちょっとね、お風呂の中のものを取り出しますよ。まず、これとか、こういうの。こういうのいらないから、部屋に。はいはいはい、こういうの取り出しますよ。でね、この上に、この棒があるんだけど、この棒はなんか使えそうだから、そのまま取っておきます、とりあえず。じゃあもう物撤収したんで、僕の部屋にするための家具を持ってきたいと思います。とりあえず。はい。まずあの、服を、え？何？靴下出てきた。隠そう。かけていけば落ちないよね、これ。服結構重たいけど。なんかでもこれだけじゃ、ただ服干してますみたいな感じになっちゃってるから。そして次、ギターね。ギターは欠かせないでしょ。この床だったら、ゆっくりできないから、ちょっとカーペット。はい、持ってきました。この部屋で使ってるやつ。半分に割ってこのかまぼこの形で使おう。あ、いいやん。あー、なんか水出てきた。一気に部屋っぽくなったよ。表。これ、なんか、こういうやつ、物置くやつ。ちょっと見えないかもしれないけど、ここの角に。あ、ちょうどいい。ちょっと見て。この感じ。めっちゃちょうどいい。やばい。ティッシュとゴミ箱。はい。あと何必要だ？布団ないと寝れないじゃん。布団持ってきましょう。イエス。枕、この中で寝よう。布団。ここが僕の肌ザースカイ。最高なんだが。そしてこのインテリアでポスター。マッドモンスターパーティーの、これね、見に来てくれた方、ありがとうございました。でっか！ああ！イエス！それでは、完成した僕のお部屋をお見せしたいと思います。オープン。飲んでたよ。先飲んでたよ。入ってくる？ちょっと待ってって。ちょっと待てよ。おい、入ってけ、一回。あれ？今来たの？俺も寝るとこだよ。いや、待ってたけど、もう、俺も寝るからさ。帰って。ちょっともう、すまんけど。すまんね、ごめんね。それじゃあ。でも電気消せってよ、もう寝るから。電気消せってね。